村上農園 YouTuber 部。こんにちは、村上農園です。皆さん、豆苗は生のまま食べられる野菜だってことご存知ですか？シャキシャキの食感でとっても美味しいんです。そして豆苗を生で食べるときにおすすめしたい商品がこちら、東洋水産さんのパリパリ無限豆苗の素です。袋の中にはパリパリ香ばし麺と粉末スープが入っていて、サワー&スモークチーズ風味になっています。他にもパリパリ無限キャベツの素、もやしの素、レタスの素などシリーズになっていて、どれも美味しくたくさん野菜が食べられるようにというコンセプトで作られた商品なんです。今回はせっかくなので、東洋水産の開発担当の方に商品ができるまでの経緯をインタビューさせていただきました。まずこのパリパリ無限シリーズが作られた経緯をお聞きすると、開発担当の方自身、実は野菜嫌いで、どんな商品、味付けだったら野菜嫌いの子供がたくさん食べてくれるかなと考えていました。また野菜のシャキシャキに麺のパリパリを加えることで食感を楽しむというコンセプトになっていますとのことです。そしてこのパリパリ無限豆苗の素がサワー&スモークチーズ風味になった経緯をお聞きすると、社内でまず豆苗に合う味を探すためにドレッシングやお菓子などの味わいを何十種類も試しました。その中でシーザードレッシングの味が豆苗の青臭さをマイルドにし、子供でも箸が進む味になるということが分かりました。そこにスモークしたチーズの風味を加えることで、大人のお酒のおつまみにもなる病みつきの味が完成したとのことです。いやー、大人も子供も好きになる味、早く食べてみたいですね。今回は美味しく作る極意をお伝えしながら調理していきたいと思います。村上農園、用意するのは豆苗1パックとパリパリ無限豆苗の素の2つだけ。豆苗は4分の1の長さに切って水洗いします。極意その1、豆苗の水気はよく切る。水分が多いとこの後一緒に混ぜる麺のパリパリの食感が損なわれてしまうので、水気はよく切りましょう。ここで極意その2、麺は袋に戻し両手で持って左右1回ずつ砕く。袋から中身を取り出します。もともと入っていた袋を使えば余分な袋を使わずに済みますね。麺をついつい細かく砕きすぎてしまいがちなのですが、ざっくりと大きさを残しておく方が食感を楽しめるので、手で砕くのは左右1回ずつがおすすめです。ボウルに豆苗とパリパリ麺を入れて混ぜ、最後に粉末スープを加えればパリパリ無限豆苗の完成です。村上農園、いただきます。これ本当に作ってる時からガーリックのいい匂いがしてて、もうなんかペコペコです。いただきます。いや、これ美味しい。麺はパリパリで香ばしくて美味しいです。そして豆苗はやっぱり生で食べるとシャキシャキ感があっていいですね。調査の皆さんの中には、豆苗は生で食べると青臭さが気になるっていう方もいらっしゃると思います。でもこのサワー&スモークチーズ風味のおかげで、豆苗の甘みを残しつつ食べやすい味になっています。あとガーリック、黒胡椒も効いてて、絶対お酒にも合う。これは無限に食べられそうです。やみつきです。村上農園、ここからは番外編、アレンジレシピをご紹介します。村上農園には管理栄養士の資格を持った社員がいるので、今回味はもちろん、よりボリューム感もあって栄養バランスを整ったアレンジレシピを考案してもらいました。作り方は先ほどと同様に、豆苗とパリパリ麺を入れて混ぜます。粉末スープを入れて混ぜます。ミニトマト 100g、 魚肉ソーセージ 100g を加えて混ぜます。最後に温泉卵をトッピングして完成です。村上農園、彩りも良くてとっても華やかになりました。いただきます。美味しい。お子さんも好きな食材ばっかりなので、野菜嫌いな子でもパクパク食べてくれると思います。しかも元々の味付けがシーザーサラダに似ているので、温泉卵もとってもよく合いますね。栄養バランスはほら、ビタミンたっぷりですね。いかがだったでしょうか。パリパリ無限豆苗の素は全国のスーパーで販売しているので、豆苗と一緒に買ってお家で食べてもらえたら嬉しいです。この動画の高評価、
ネル登録をよろしくお願いします。村上農園の高村でした。バイバーイ。村上農園 YouTuber 部。